ルコック植物園の共造アンディルコックはフランスの植物学者であるクレルモンフェランの植物園長などを務めたアベーヌ・シュルエルプで生まれたパリの薬学高等学院で学んだ後にクレルモンフェラン大学となる学院で博物学を教え植物園の園長を務めたピュイドイコールドーム県の中央農学協会の副会長も務めた 著書にプリンシペスエリミンテルでボタニーク、デラトワレイデラカケタリーでベジトボタニークポープレイル、コンシュダレーションズシュールレフェノミニーズグロシアでエル、オーベルニュー、エチュードデラゲオグラフィーボタニークでエル、ヨーロッパなどがある。生涯に一万に達する標本を集め、ルコックの屋敷は、市が買い上げて、アンディルコック自然史博物館となり、ルコックの集めた標本は、 寄付されて自然史博物館に保存されている。クレルモン・フェランの植物園はルコック植物園と改名された。ルコックは植物の学名で命名者を示す場合にアンリルコックを示すのに使われる。ありがとうございます。